兵庫県第1区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止時の定数は5。第23回から第30回までは、定数3。第31回から第33回までは、定数4。第34回から定数5。神戸市全域を選挙区とした。 典型的な多党化傾向の選挙区で自民党、社会党、公明党、共産党、民社党の5党有力候補による少数激戦が多かった。第39回総選挙から公認漏れの立候補で乱戦となり、最後の第40回総選挙では新政党、日本新党が登場し自民党は議席を失った。自治体の名称は 第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数113万977人、投票率。 61.68%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行当日有権者数107万3714人投票率64.40%第38回衆議院議員総選挙7月6日執行当日有権者数101万2709人 投票率 61.、61.11%第37回衆議院議員、総選挙12月18日執行当日、有権者数、98万8342人、投票率 57.、57.23%第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行。当日有権者数、十五万百九十八人、 投票率 64.、64.77%第35回衆議院議員。総選挙10月7日。執行当日有権者数、95万1658人。投票率 54.、54.75%第34回衆議院議員。総選挙12月5日。執行当日有権者数、94万7300人。投票率、 59.93%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数、92万3804人、投票率 58.、58.31%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数86、862。645人投票率 56.、56.77%。 第31回衆議院議員総選挙1月29日執行、当日有権者数、81万3815人、投票率 62.、62.46%第30回衆議院議員、総選挙11月21日執行当日、有権者数、74万123人投票率 55.、55.08%。 第29回衆議院議員総選挙11月20日執行、当日有権者数、68万9719人、投票率 56.、56.10%第28回衆議院議員、総選挙5月22日執行当日有権者数、人投票率。第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数、 人投票率、第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、人投票率、第25回衆議院議員総選挙10月1日執行、当日有権者数、人投票率、第24回衆議院議員総選挙1月23日執行、当日有権者数、人投票率、第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、 当日有権者数、人投票率。ありがとうございます。